旗揚げ25年を迎える全日本プロレス、今年最初の三冠戦、舞台は大阪府立体育会館、チャンピオン小橋健太、三冠3度目の防衛戦であります。一方チャレンジャー三沢光晴、去年9月以来の無冠。三沢の腰には時代というエースという心のベルトが巻かれています。小橋三沢、雌雄を決する時が来た。1990年平成2年5月14日虎の覆面を脱いで素顔に戻った三沢光晴、そして1990年代時代を象徴するまさにエースへと駆け抜けてきました。三沢にエースとは何ですかと聞きますと、周りがエースと認めるものと話します。さらに三沢は驚くまいことか、自分がエースだとは考えていないと話します。しかし去年5月23日の三冠チャンピオン転落以来、ファンからエースは三沢だという手紙を数多くもらいました。改めて自分がエースなのか、そういう問いが心に浮かんだそうです。その問いに答えるべく、三沢が時代をかけて、エースをかけて、乾坤一擲のリングであります。間で一人のレスラーがデビューします。小橋健太であります。練習生からスタートして丸9年、子供の頃から憧れだったチャンピオンベルトを巻きました。総理取りから関白へ、練習生から三冠チャンピオン、小橋が9年のレスラー生活で初めて経験する三沢より後の入場。小橋の腰と胸にはインター、UN、PWF の3本のベルトが、そして三沢には時代、さらにエースのベルトが巻かれています。第16代三冠チャンピオン小橋健太、今日が3回目の防衛戦、そしていよ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 天下取りのリングになります。今ゆっくりとチャンピオンコーナー、赤のコーナーがあります。そして今リングイン小橋健太。後ろ前に読売テレビ放送株式会社取締役スポーツ局長岡本義雄様より選手権試合宣言でございます。選手権宣言が読売テレビ山本義雄取締役スポーツ局長から読み上げられます。UN、PWF の3本のベルト、全日本プロレス、いや日本プロレス界の至宝、3本のベルトであります。さあいよいよ両選手の紹介です。本日のメインイベント、三冠ヘビー級選手権試合、60分一般勝負を行います。255ポンド、三沢、時代をエースの座を守るか、三沢光晴。浦賀コーナー三冠ヘビー級選手権者、270ポンド、小橋、時代の扉を開けるか、小橋健太。レフリー和田恭平。97新春ジャイアントシリーズ大阪大会メインイベント、三冠ヘビー級選手権試合であります。チャレンジャー三沢光晴、長い間タッグを組んでいたので手の内を知り尽くして、一瞬で決まるだろう、そう話します。一方チャンピオン小橋、一回で終わる戦いではない、終わってどちらがベルトを巻いているかが全日本に大切だ、そう話します。三冠のベルトをかけた、時代、そしてエースの座をかけた全日本プロレス、今年最初の三冠戦、ゴングが鳴りました。激しく体を入れ替えます両者。徐々に離れていく、まずはクリーンブレイクであります。三沢
ー見つかる。小橋のこの切れ長の目に魂が宿ります。飛びリングの中央組み合った、エルボー早く持っていった、逆水平、小橋エルボー逆水平、ロープに飛んでエルボー、三沢ショルダータックル投げ通した小橋、起き上がってエルボー連打、三沢ロープ揺れ、ドロップキック、狙いすました、ドロップキック、ロープに飛んで、あっとテイクのドロップキック、早くも蹴りができた、三沢飛ぶか、どうだ、飛んだ三沢、エルボー CC だ、顔が歪む小橋健太、まだ試合開始5分経っていないんですが、早い段階三沢エルボー CC だ放ってまいりました。まだ距離があります、もう一丁行ってやろうか三沢の、そんな表情、三沢コール、そして小橋コール、愛護しています。エプロンサイドに手をかけて小橋がゆっくりとこれからリングに向かいます。リングに上がろうというところ、ロープ越しの、おっとバックドロップ打ってきました、三沢そして先頭、勝負序盤早いうちに勝負のペースをつかもうというのが三沢、タイガードライバー狙ってきました三沢。放送の解説はジャイアント馬場さんです、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。馬場さん、何かちょっと気は早いんですが、早くも今年のベストバウトになりそうな組み合わせですね。そうですね、まあ、2人はね、手の内よく知ってますからね。はい、カバーに行きます、小橋も返します。さあ今度は三沢が場外に落ちました、放送席のすぐ目の前、小橋どうする、見据えている、三沢を見据えている、チャンピオンとしての、三冠チャンピオンとしてのリングであります。三沢まだ起き上がりません、右の肩口のあたり、そして首のあたり押さえていました三沢。小橋の左の顎のあたり、先ほどのエルボースイスイラー命中しています、押さえています、距離ができました。馬場さん、この間合いはどう考えたらよろしいんでしょうか。いや、別に考えることもないですね、三沢は今やられたところ時間を取って回復を待ってるだけですからね。馬場さん、先ほどこの2人よく手の内は分かっているとおっしゃってましたが、そうしますとこの勝負のポイントどこになりましょう。そうですね、まあ、これスタミナから何から言ってもね、両者ゴムゴムですよね。はい、手先にチョップが後頭部に入りました。エンバスター打たせません、三沢ロープに飛んでシシック、三沢1回転。これまでの両者の対戦を振り返ってみますと、今から7年前、平成2年の3月、当時タイガーマスクだった三沢が15分42秒で勝ちを収めてから、平成3年4月と平成7年4月、いずれもチャンピオンカーニバル、そして平成7年10月の三冠戦、さらに最も近い戦いでも去年の3月のチャンピオンカーニバルと6戦して三沢が全勝、小橋は負けも引き分けもありません。馬場さん、こういった両者の成績なんですが、まずチャンピオンサイド、小橋サイドですね、どういったこの心理サイドな、心理状態なんでしょうか。やっぱりね、それはもう苦手意識ありますです、はい、けどもね、今小橋は本当にもう体も技術もね、見違えるものがありますからね、はい、エルボー三沢です、七人神経強に集め、こうやって裏を読んでこうやって攻めていきますね。やっぱりそこの裏をかかれないように、スピードはありますからね、三沢の方がね、小橋の方はどっちかというと、まあ、力はありますね、はい、そういう点でね、その力
とスピードとの差になると思うんですね、はい、力とスピードどちらが勝るのか。高中と抱え上げて前に落とします。胃袋のあたりしたたか打ちました三沢。さあそして弓矢がために入ります。リングの中、あっとほぼ中央であります。弓矢がためがっちりとかかっているか。三沢のこの表情、これは珍しい。小橋の弓矢がため、なんとか三沢コールの中三沢が返しました。最近3回のこの両者の対戦、フィニッシュブローを見ますとタイガースープレックス84、タイガードライバー90、そしてダイビングネックブリーカーと、まさに三沢にとっての究極兵器リーサルウェポンを使っております。腕を持って起こしました小橋。ボディのあたりに肘でしょうか、当ててまいりました。新シンク、そして先ほどのこのボディへの攻撃とボディに狙いを絞っていこうかというところでありましょうか。コブラツイストです。フラッシュを浴びて小橋がコブラツイスト、がっちりとかかっています。絞りを加えます。早くも三沢コール、なんとかロープににじり寄ろうというところ。ロープまでの距離およそ2メートルです。動いてにじり寄って右の腕をロープにかけました。ロープブレイクです。ボディそして逆水平、三沢の体がリングから出そうです。逆水平、魂が入っています、気持ちが入っています。小橋ロープに振ってハンドを使ってサイドキック、エルボーです。さあここでこのエルボーで、三沢の代名詞というエルボーで勝負の流れを再び引き戻すか。三沢三冠をめぐる両者の対戦は過去一度、一昨年の10月三沢三冠第2次政権でありました。35分51秒三沢が勝ちを収めています。両者の対決で最も長い試合時間でありました。サーフボードスタイルに畳みます三沢光晴、絞りを加えます。さらに絞りを加えます。ここで力比べ、力が入ります。ババさんおっしゃるところのスピードとパワーの対決、さあここは力自慢、力比べであります。逆に三沢が小橋も返す、力が入る、意地がぶつかり合う。腕のあたり、胸板のあたり、汗びっしょりであります。セカンドコーナー、三沢。もう、ツイストを加えてのキックでありました、三沢。勝負序盤、早くもエルボースイスイダーを打っています。三沢、また距離ができました。勝負時間は、勝負タイムは10分を超えました。ここは深追いをしません。馬場さん、ここまでの10分の攻防どんな風にご覧になりますか。いやこれはもうね、もう五分と五分ですよ。五分五分ですか。おそらくね、これはね、もうどうぞ勝負はつくでしょうけども、はい、ですよ、1時間やっても
どっちが勝つということは言えないような力ですよね、両者ともに、はい。今三沢がダブルアームスープレックス、人間風車見せましたが、非常に珍しい、こういった技も出してこようかというところでしょうかね。でそうですね、ですから今ここで変わったことをやれば、どちらも防ぐ方法まだ分かりませんからね。エルボーの連打で小橋ダウンになります。ボディースラム、セカンドコーナー、そしてエルボー、体ごと落としてまいりました。さあそして今度はトップコーナーを狙う、トップコーナー、ミサを立った、さあどうする、そのままボディープレス、カバーに行く小橋、これが3回目の防衛戦、ファンの皆さんとこのベルトを高めていきたいと語った前王者田上からのベルト奪取は去年の7月24日でした。その後9月ハンセン、10月川田と2回の防衛を果たしています。上になって今度は枕固め、すごい表情だ。攻める三沢、守る小橋、ロープレイクです。10分経過までは馬場さんのお話、5分と5分、ここは10分を超えたあたりから三沢が押しています。フェイスロック、そうです、これも超世代軍三沢組の代名詞でありました。ガチッと入っているリングの中央、フェイスロック、小橋こらえる。ご存知の通り、平成2年超世代軍の一員に小橋は名を連ね、平成5年5月川田の超世代軍離脱に伴い三沢のタッグパートナーに指名されました。そしてその年から3年間世界最強タッグを制覇したわけであります。ゴディ、ウィリアムスと並んで90年代最強のタッグといいます、この小橋三沢、その2人がたもとを分かってのリングです。フェイスロック、力が入る、小橋の体が沈んでくる、左の顔面にがっちりとフェイスロック、右の足、サードロープを越えました。今ね、三沢の腕が小橋の鼻の頭にこうかかるといいんですがね、はい、鼻の穴は塞ぎませんでしたよね。ですからまあ小橋は逃れましたね。それと小橋の顔が割合に細いですよね、はい、それで助かるんですよね。ジャンピングキック、三沢ジャンピングキック、こらえる、受け止めて、けさ切りチョップです。けさ切りチョップ、首筋のあたり前のめる。さあここは意地と意地がぶつかり合う、三沢も受ける、エルボー、ハイキックです。ハイキックの応酬、エルボー落とす、連打、振りほどいて2位を突き上げる、右左、エルボーの内訳です。さあ小橋が場外、狙うか、三沢がステップバック、狙いそうな雰囲気だ。ロープからどうする、エプロンサイド、足を取った、キック、飛んできた、距離ができた、そのままエルボー空振り、鉄柵に右の肘、エルボー空振り、すごい勢いで三沢の右の肘が鉄柵にぶち当たりました。大丈夫でしょうか。小橋もエプロンサイドもたれかかっています。馬場さん、これは勝負の大きなポイントになりそうですか。そうですね、今のエルボーは本当にもうこの柵を本当に打ちましたからね、大丈夫でしょうか。あっと右の腕が三沢ガランと垂れ下がっています。そして手首のあたり押さえている、あ、顔が歪んでます。すぐこの放送席の目の前です。三沢苦しい表情、苦悶の表情であります。あ、まだ右腕が垂れ下がったまま
ロープに飛んで小橋やりを取った。直後ラリアットを打ちました。小橋にとってラリアットは非常に大切な技だと言います。そしてはっきりとハンセンから盗んだと言います。ラリアットに苦しみながら夢にまで出てきたラリアット、それを体で覚えたんです。そう小橋は話します。さあそして場外戦進撃に移るか小橋。小橋1回リングの中に戻ったんですが追撃戦、三沢起き上がることができません。さあ首のあたりを持ってリングの中に入れました。リングの上で勝負をつけよう、これが全日本プロレスです。カバーに行った、ロープが近い、強引にカバーです。返しました。エルボーの自爆、そして小橋のラリアット、エルボーを打っていった、痛い右肘で打っていった、でも小橋入ってくる、ジャンプにかわした、ドロップキック、右の肘を狙ってまいりました。肘を狙ってきた、また放送席の目の前、腕を取ってそのまま鉄柵に打ち付けます。腕をロックしておいて右の肘を打ち付けます。そして今度は叩きつける、こうなると厳しい、これも厳しい攻撃だ。三沢苦しい、三沢追い詰められました。三沢の頭をよぎるのはデビュー18連敗の後挙げた初白星か、それともタイガーマスクとしてデビューするまでの自身最も辛かったと振り返る神宮外苑での早朝特訓でありましょうか。小橋は試合前話していました。三沢さんはこの全日本プロレスの中で受け身がピカイチだから、どれだけ踏み込んでいけるかが勝負のポイントである、生半可な中途半端な気持ちで技をかけるとそれが全部吸収されてしまうんです、どれだけ踏み込めるかが勝負のポイントである、小橋はそう話しています。アンブリーカー、こうなるとエルボーが使えなくなります。2度目のブレイカー、お客さんの悲鳴の中アンブリーカー2発、さあ季節して三沢コールであります。さあっと小橋の118キロの全ての体重をかけましたアンブリーカー、三沢たまらずリングアウトです。さあここでも小橋追撃戦です、リングの中に入れます。これだけ腕を攻めつけられますと過去4回三冠チャンピオンになっているハンセン曰く世界一のエルボー、これが使えなくなります。馬場さん、この辺りはやはり三沢こういったところうまいですね。そうですね、ですけども力入らないでしょうからね、小橋はこう必要に今みたいにもう真ん中に出していって攻めるべきですね。はい、さあ20分が経過しました。腕をまたロープに巻きつけてチョップです、チョップです。3発4発また腕を畳んでそのまま下に落とします。
沢の眉間のあたりに青筋が立っている。それほど厳しい攻撃です。三沢ピンチ。腕を取ってアームブリーカーです。打ち下ろし。腕を動かします。三沢またアームブリーカー。アームブリーカー。まだ三沢さん打つんですか。ならば殺させてもらいます。その右の肘、非常のアンブリーカーです。エルボー打った。もうリングの中に小橋がすぐに上げます。さあ距離ができた。スタンピングです。角度を変えてエルボー。ご覧のように、あっと、アームネルソン、アームネルソン打っていった。ラリアット、そしてアームネルソン、小橋が大技を出しました。そしてアームブリーカー上になった。決まっている、決まっている。時代が幕を閉じてしまうのか、時代が幕を閉じてしまうのか。小橋に絞りを加える、絞りを加える。ロープが遠い、ロープが遠い。上になっている。三沢ピンチ。歓声ざわめき。いずれでもない声が交錯します。5500人大阪府立体育会館。ロープレイク、ロープブレイクです。小橋に改めて、三沢さんはどんなレスラーですかと聞きますと、精神力、気持ちの強さが三沢さんの強さにつながっている。技術面ではこれだけ大型レスラーが多い中、大技を受ける可能性が高い。そのため三沢さんは相当受け身を練習したんじゃないですか。最後には相手のフィニッシュブローを殺してしまう。本当に三沢さんの受け身は素晴らしいと話します。腕ひしげ、失礼、脇固め、脇固め、右の肘集中効果であります。小橋健太、これもロープが遠い。三沢コール、ロープが遠い。にじり寄る、にじり寄る。足を伸ばしました。三沢は小橋を評して、パワー、そしてファイティングスピリッツは日本人ナンバーワンだろう、そして一生懸命やるレスラーという点ではプロレスラーは皆見習わなくてはならない、そう話します。これも厳しい攻撃。打たれる三沢のこの肩の肉が大きく動いていました。バックを取って投げ捨て式、三沢一回転、あーっと腕を取った。そして腕式、腕式入った。いいですね、小橋の攻めはいいですね、はい、足が伸びました。三沢なんとか返す。さあここで小橋どんな攻撃を出すんでしょうか。25分経過、チョップを加えます。25分が経過しました。エルボーです。スマット受け止めて、そのままバックロープ。三沢今日何回目でしょうか。小橋曰く、全日本プロレスで最も受け身がいいレスラー。しかしどうでしょうか、頭から落ちたんではないでしょうか。時代の扉をこじ開けるか。いや、ハイキック三沢、
の肘です。これは小橋も手首のあたりを押さえています。まさに肉を切らせた骨を断つ三沢の凄まじい執念。小橋がリング下にエスケープ。三沢もエルボーを打った三沢も動けません。馬場さん、この三沢の勝負に対する執念ですね、今のエルボーは。そうですね、でも小橋がどこを打ちましたかね、手首でしょうかね、どこなんでしょうか。三沢テイクのドロップキック。試合開始直後エルボーを打ってるが旋回式プラッチャー、旋回式プラッチャー。馬場さんおっしゃるところの小橋パワー、そして三沢スピードの勝負。ここはスピード身軽さに物を言わせて一気に勝負の流れ手繰り寄せるか。チャレンジャーであります、チャレンジャーであります、三沢光晴。スピードと言いましたけどね、小橋がその三沢のエルボーをそのスピードをよくかわしたんですよね、はい、ですから今こうあの小橋が三沢をエルボーエルボーで攻めてきたんですがね、最後に一つの爪ですよね、はい、ここをちょっとまだ足りなかったようですね、まだ足りなかった。三沢がここはガゼンレフトハンドラリアット。勝負の流れがじわじわっとこちら三沢の方に流れている、行きかけているようなその展開で、展開であります。三沢はやっぱこうやって飛んできますからね、はい、そこを小林がどうやってかわすかですよね、はい、外がドライバー出せません。ラリアットブロック、相当やはり小林も痛めてる。投げ捨て式、投げ捨て式。今日三沢が打った初めての大技、ここに来てがぜん小橋コール。さあ三沢タイガードライバー打てるか、打てるか。タイガードライバー打った、一発目。馬場さん、これやはりかなり腕が痛いのでホールに行けませんね。そうです、タイガードライバーそのままホールドかと思われたんですが、カバーに行くことはできません。打った三沢の方がエプロンサイド。小橋が張って寄っていきます。エプロンサイド、危険なポジションだ。チョップとエルボー、ハンドを使ってエルボー。さあ三沢トップコーナー狙います、狙います。打っていく、打ってくる。あったー、ラリアット、ラリアット。カバーに行けない、カバーに行けない。ミサイルキック、迎撃のラリアット。打った小橋も悶絶、七点抜刀。カバーに行った、カバーに行った。ドア2であります、2であります。もう一度カバー、カバーに行った。時代の扉の向こうに小橋の文字がはっきり見える。時代が幕を閉じてしまうのか。小橋ちょうど肘のあたりでしょうか、打ったのは肘のあたりでしょうか、押さえています。ここで、ここで、うん、出せません。三沢右の肘が痛い、
両者とも右の肘が痛い。打った、抱え上げて落とした、カバーになった三沢クロージ、クロージ小橋に、エースとは何ですかと聞きますと、誰もが認めるのがエース、周りの選手も関係者も、そして何よりもファンが認めるものがエースだと話します。小橋決めろ、天下取りのリングとなんでしょうか。小橋健太、ギロチンを落としてきました。小橋取りを取ってギロチン2発。そういえばこの三冠のベルト、田植えから取った時もコーナー最上段からのダイビングにのギロチンになりました。これは何をしようというのか、ミサを打たせない、打たせません。小橋2位を突き上げる、抱え上げた、抱え上げた、そのまま落とせ、カバーに行く、バンジキュースか、オレンジボムもかわした三沢、カバーに行く、あっとこれも返す、エースになれるのか、三冠を防衛できるのか。小橋右の肘をよみがえってくれ、小橋そんな思いでありましょう。距離を取ってラリアット、三沢もブロック、三沢もブロック、これが言っていました、小橋が言っていました、三沢さんはとにかく受け身がうまい、技を殺してしまうのがうまい、そんな一面であります。右の腕を取りました。小橋もエプロンサイド、三沢がリングの中に入りました。逆のエプロンサイドを選びます。三沢エプロンサイドに両者が出ました。小橋は何かこのエプロンサイドで仕掛けたいような、そんなこの先ほどから追撃態勢であります。行くぞの掛け声、小橋、どうするんだ、打つのか打たれるのか、あーっと連携したよ、エプロンサイドで小橋がパワーボム、それを三沢が返しました。これはすごい攻防です。三沢もこの右の膝を打ったようであります。小橋さん、今のすごい攻防でしたね。そうですね、これでね、両者どっちかも怪我をしないというところが不思議ですよね。そうですよね、すごい攻めぎ合い、そして不思議合いであります。まさに両者ともになりふり構わぬ、なんとか勝ちたい。小橋は三沢に、三沢は小橋に、そんな思いがぶつかり合います。でもこれはね、なりふり構わないというもんじゃないですよ。これは素晴らしいですよ、素晴らしいです、この技はね、
かけた小橋も、それをかわした三沢も、これは素晴らしいですよ。はい、両者の距離およそ1メートル、エルボー打っていく、左腕のラリアット、エルボーバックを取った、ザーマン、これも相手をなかなかロックできません。勝負序盤、肘をしたたかこの鉄柵に打ち付けてしまいました。一方小橋もラリアットに行ったんですが、三沢が迎撃のエルボースピニングエルボースピニングエルボー、飛ばす戦限界か、スピニングエルボー、三沢にどんな展開になりそうですか。一瞬で決まる技、エルボーもしくはラリアット、これは予測がつかないからね。もうそんな技じゃないと小橋は倒せないかもしれない。そういったラリアット、すごい攻防だ。誰もが認めるのがエース、周りの選手、関係者、何よりもファンが認めるもの、小橋はエースについてそう話しています。エルボーの内訳、バックを取られた、ジャーマン、三沢前頭部から落ちました、前頭部から落ちた、それでもね、ここまで疲れて体力を消耗しても、こうやって三沢が投げられたら自分で回転をしますからね、はい、小橋もそのあたり、三沢さんは全日本プロレスでピカイチの受け身、そう話しています。エルボー、エンジンエルボー、試合前、支柱の日はあるよ、三沢はそう言っていました。さあここで三沢、小橋の左腕を取った、三沢の全日本プロレスに対する思い、小橋の全日本プロレスに対する思い、ぶつかる、ぶつかる、タイガースウェブレックス投げっぱなし、三沢の小橋に対する思い、小橋の三沢に対する思い、2つの思いがぶつかり合う、カバーに行った、上になった、どうだ、三沢はエースというのは周りが認めるもの、この世紀の大一番が終わった後、エースと周りが、私たちが認めるのは三沢あるいは小橋のどちらでありましょうか。チャップ打ち下ろしです、タイガードライバー、打たせない、打たせない、タイガードライバー91、タイガードライバー91、タイガードライバー91、返されたことはない、そう話します。小橋が返しました、まさに歴史的な夜になりそうであります。
スラー生活で初めてタイガードライバー91返されました。ラリアット、なんとかなんとか一矢を報いたい。小橋のそんな思いが伝わるようなラリアットであります。もう一度ラリアット、何か悲しげな悲しげなラリアット。三沢がゆっくりと今小橋のもとかわした。タイガースープレックスか、タイガースープレックス終了。投げっぱなし、おそらく三沢がこのタイガースープレックス84、タイガードライバー91、同じ試合に出したのはこれが初めてではないんでしょうか。距離を取ってエルボー、エルボーカバーに来た、どうだ、カウントスリー、カウントスリー、ヨンキリーフの第17代三冠チャンピオン三度返り咲きました。この時に時代を、そしてエースを守りました。二人の戦いはしかし始まったばかりです。小橋、瞳孔が開いています、瞳孔が開いています。死力を尽くした攻防、三沢の小橋に対する思い、小橋の三沢に対する思い、二人の全日本プロレスに対する思い、それが伝わってくる、ひしひしと伝わってくる一戦になりました。両者ともダブルナックダウン、すごい攻防でした。42分ほんで6秒、三沢が第17代の三冠チャンピオン三度返り咲きました。馬場さん、この絵をご覧いただいてもお分かりだと思うんですが、本当に死力を尽くした攻防でしたね。そうですね、小橋が勝っても本当に、なんていうか、負けたのがかわいそうというようないい試合をしましたね。起き上がることが、腰を落としたままです。小橋は依然起き上がることができません。これだってね、三沢だってまたこれもいい勉強になったでしょ。小橋も疲れが取れて今晩ホテルに帰ったらやっぱりいい勉強になったと思いますね。ここでまた小橋はこれからだんだんまだ強くなりますよ。はい、今そして三沢が小橋の元に行って手を握りました。これが馬場さん、全日本プロレスですね。そうですね、まさに王道の信頼関係であります。今年最初の三冠戦、チャンピオン小橋健太防衛なりませんでしたが、馬場さんの言葉通り本当に素晴らしい、またこの1年になりそうな、全日本プロレスにとって1年になりそうな、そんなこの今年最初の三冠戦になりました。42分飛んで6秒、三沢が小橋をタイガースープレックス84、タイガードライバー91、2発から抑え込みました。